皆様こんにちは。無事日本に着いてちょっと落ち着きましたよね。時差ボケも落ち着いた、はい、もうだいぶいいよ。参加して日本に来たら行きたいと言ってた場所があるでしょう。ディズニーランドのコスコスマキュード。身近にあるやつあるじゃないですか。あっちこっち日本全国あっちこっち日本全国あっちこっちに実家はないでしょ。コンビニでしょ。そうです、コンビニ行きたかった人。せいは行きたくなかったの。いたちょっとせい参加してというわけで本日は一日コンビニ生活。一日だよ。あれもこれも全部食べてやろうぜと。コンビニといってもあちこちあるじゃないですか。セブンイレブン、ローソン、ファミマ、ミニストップ、デイリーヤマザキ。どれが一番近い？近いとかじゃないですよ。食べたいコンビニに行くんです。朝食はどちらに行きますか？やっぱ鉄板はセブンイレブン。じゃあいいの？セブンイレブン朝使っちゃって。あ、ローソン。どっち？いやセブンイレブン朝使わないはいいよ。ローソン。じゃあ朝ローソンに行きましょう。 Later. おい、ローソンに到着です。このクリームがローソン有名なんだよね。この生クリームがね。私買おうかな。生クリームね。はいはいはい、ローソンから帰ってきましたよ。これ私の。すごいいっぱい買ってきた。ちょっと待って引っ越しだって。じゃあ待って。まず何からいく？これもね。あ、それ食べたい。唐揚げくんだ。ママ黄金チキンと普通レギュラー買ってました。うわー、おかゆくん。黄金がいい人は、はい、ママ黄金いきます。どうせなら黄金がいい。うまーい。おいしい。何これ、うまっ。どうなってるんだ。ケンタッキー負けた。カナダのケンタッキーを負けたそうです。これはかなりのレベルですね。うん、黄金うまっ。黄金うまいでしょ。うまいよね。ニンニクと唐辛子と黒胡椒が入ってる。うまいよ。うまい。次、なんかおにぎりが。あ、おにぎり結構。いくら、ひきわり納豆。これ私。徳島ブランド地鶏。泡。これなんていうの。読めない感じが。泡踊りですよ。泡踊り。あの踊りのあれと。これやり方わかんない。カホは知ってる。ケイはこれ開けてごらん。ちなみに飲み物は出しちゃうね。ホットの午後レモンティーと油を分解してくれるサントリーウーロン茶ですね。お、泡踊りしながら食べてください。なるほど。うまい。うまい。じゃあママも泡踊り食べます。うまい。福岡でいう柏ご飯みたいな。出汁がね、出汁が効いてます、これは。はい。おいしい。おいしい。いや、出汁が効いてる。おいしい。いくらいきます。まあ。うん、いくらか。うまい。うん。うん。いくらもおいしいでしょ。おいしい。わかんない。こうするじゃん。これを。こっちにくる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 って持ってきて、端に置いて、海苔を引っ張り出して、なるほど、巻く。おにぎり一つ美味しいよね、コンビニのね。ご飯が美味しいかな。ちなみにカナダのコンビニはバーガー、ホットドッグ、ピザ。似たのあったけどな。チキンもあるね。でも納豆行く人。海苔がパリパリ。どう？うん、美味しい。せい、納豆もいく？うん、タンパク質。これはいくらが。いくら気に入ってるね。ちなみにこっちの形のやつは酢飯なんだよね。え、パパいくら全部食べたの？酢飯なんだよね。酢飯なんだよね。酢飯なんだよね。え、パパいくら全部食べたの？パパいくら全部食べたの？ちょっとママが買ったのに。もういくらなかった。もういくらなかった。
へえ、そうだ、顔がきつってるよ。すげえ。卵。何それ。半熟燻製卵。これ納豆食べる人。あ、出てきちゃった。何やってんの。もうこれこっちから出てきちゃった。これ気をつけてください皆さん。ダメ。どういう感じの。燻製だってよ。あ、でも美味しそう結構。こんな感じ。ポイカちゃんどうぞ。じゃあこっちを食べて。あげだ、薄い。怪しい。怪しい。多分味がね、すごい。うん。は？私は無理かな。だから俺が普通のゆで卵がいいって言ったんだよ。手箸振り回さないで。いろいろ試してみたいって言ったじゃん。はい。それ試してみて。ああ、なるほどね。結構美味しいけど、うん、美味しい美味しい。煮卵味だから美味しい美味しい。ほんと美味しいや。 Oh my, oh my, can I watch my name? Why you pretty? Why you love it? 次、温めてきました。スパゲティナポリタン。うわ、美味しそうよ。結構もちもちそう。いただきます。めっちゃ取ってるじゃん。うまい。さっぱり結構トマトが。うん、うまい。あ、結構美味しいね。朝からめっちゃがっつりだけど、今のところハズレはない。卵だけ。うん、卵だけ。次、こちら白いふわふわチョコクリーム。わーい。もうカホちゃんが好きそう。おお、ふわふわじゃん。ちょっとママもいただきます。なんで美味しい。うまい、うまい。クリームこんな感じですね。パパとセイはあんまり甘いものが好きじゃないんですけど、美味しい。中にチョコチップが入ってる。ほんとだ、全部一口。甘い。いや、でも美味しい。128円か。安い。安いね。カナダに比べたらだいぶ安いですね。安いですね、安いです。美味しい。美味しい。セーフぐらい。美味しいよね。あと最後これです。プレミアムロールケーキ。これ有名なやつだよね。昔からある。そうそうそう。じゃあ私が、うお、食べてみたいと思います。どうぞどうぞ。あれ普通。あれ普通。なんかさっきよりこう美味しい。美味しい、うん。でもこっちの方が好きってことで。かもね。あ意外と生クリーム苦手だったりするんだよね。まあ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 、結構生々しい生クリーム。美味しい。うん。うまいよでも。うん。懐かしい。うん。朝食以上ですね。意外と量ちょうどよかった。全然ちょうどいい。なんかちょっとママ足りなかったかな。まあお昼でまた。 3 hours later。 おい、お昼はセブンイレブンですよ。楽しみですね。みんな大好き。何食べたいの。いや、まだ決めてはないです。何食べたいの。ならない。 OK、 じゃあ入って決めてきてください。いってらっしゃい。あー、まずこのスムージー。あ、半分飲んでるけど。グッドスムージーよ。うん、うん、美味しいでしょ。次、せいちゃんが選んだ金のウィンナー。おつまみですね、完璧。パリッとする。うん、美味しい。ありゃ、ありゃ、普通、普通。うん、美味しいよ。パリッとしてる。うん、普通。なるほど。なんでそれ買ったの。私の子供の頃の好物。久しぶりに見て買いたくなったの。そう。オーマイガー。今度はこれ、カホちゃんが選んだ牛丼ですね。うん、これがお肉で、そっちがご飯。ご飯、ご飯がぐちゃぐちゃにならないように、まずご飯チェック入ります。なんなのそれは。おいしい。うまっ。母ちゃんはあれなんで、実は牛丼別々にして頼むんですよね。じゃあそのまま食べたら。うれしい。手が震えてる。手が震えてるよ。おいしそう。
そう。どうぞ。じゃあちょっとママも。どう？何？何？これ美味しい。これ美味しい。美味しい。さっきのソーセージとはちょっと表情が違う。全然。美味しい。これはうまい。うん、ご飯が美味しい。ご飯が美味しいのよ。This is my guy。マイ。セリア止まんなくなった。これちょっと面白いなと思ってね。パパが選んだのは麻婆チャーハン。千飯店の。辛い匂いがする。辛い匂いがする？もうシートをこの取れ。上手に取ってね。セット。いやいや。ね、落ちる。ええ、君、ええ、君。地味ってよ、パパ。見て、これ、めっちゃ美味しそうじゃない。豆腐が中心ですね。あれ、ちょ、パパが食べるところ。ああ。わあ。イェーイ。まあまあ、いや、美味しいですね。まあまあ辛い。これはね、俺が求めてた味。結構辛い。顔が早速いきますよ。辛いから気をつけて。死なないでね。結構辛いから気をつけてください。あー、しょっぱい。しょっぱい。結構しょっぱいけど。お母ちゃん、水どうぞ。チャーハン。はだ。はだ。あ、やばい。辛い。やばい。どうぞ、もう。辛い。インドカレー。あ、辛くない。すごい辛いの大好き、好きだから。マジで美味しいよ。チャーハンと一緒に食べた方がいい。山椒が効いてて美味しい、でもちょっとしょっぱいかな。やっぱご飯と一緒に食べないと。ご飯と一緒に食べ、まあ、チャーハンじゃなくて白米でもいいぐらいです。うん、次、せいちゃんが選んだ熱いよ。カレー、めっちゃいい匂いがしてる。あ、これなんかまだ氷が、え、本当に？嘘。7分40秒やったんですけど、まだちょっと凍ってるんで、ちょっと一回かき混ぜてからもう一回やっていこうかな。もう一回チンしてきました。カッテイク2。あ、これはあったかい。大丈夫だ。ご飯はね、結構お腹いっぱいになってきた。私も豆腐で、え、まだあるよ。私も豆腐でめっちゃ食べたほうがいいよ。どうですか？結構美味しそう。匂いがいいね。どっちの反応？考えてる。スイッチ。ヤミ。ヤミ。よし、ちょっとみんな一人ずつ。はい、かおちゃん。私眠くなってきた。え？ここまででいいかな。もうちょっとね。今もう一個チンしてるけど。あ、したら食べる。それママが。ええ。一人で。いただきます。チコマン食べてもらってちょっとね。うまい。美味しい。冷凍ってすごいね。冷凍ってすごい。カレーのスパイスの香りがちゃんと効いてる。パパ食べてって。何知らないふりしてんの。いや、もうお腹いっぱいなんだけど。美味しい。美味しい。ちょっとパパも。やだやだやだ。ちょっとせい。すごいね。すごい。カレーうどん和の。でもちゃんとスパイスの風味もすごい。はい。そして終わりかな。終わりかな。もうなんか違うじゃない。買いすぎたってこと？え、次って何？こちらですね。ちょっと。何それ？ちょっと。五目。ちなみにこちらもありますよ。それおやつの一部でいいんじゃない？え、おやつ食べようよ。いやいやいや、おやつがいっぱいすぎてぶん投げる。今はお昼。やだよ。だって気分はお昼って約束したじゃん。おやつはスタミマだよ。スタミマ回らしたくないからさ。俺これ今日一日続くんだけど、あなたたち大丈夫なの？大丈夫。無理かも。ちょっと待って、せいなんで寝た？なんかみんなブーブー言ってるんですけど、こちら、ごはんかけ焼きそばですね。チンしてこんな感じ。こんな感じ。
これがね、あんかけ焼きそばってやつ。ママが選んだ。おい、いいね。ママからいきますよ。ちょっと顔がでかいけど。まあでも美味しそうだけどね。顔が。顔がでっか。え？うまい。うまい。これにちょっと酢かけて、ちょっとからしかけて食べたい。ああ、どうよ。脂っこいでしょ。ああ、おいしい。これ絶対おいしい。絶対おいしい。熱いってことだね。九州の人も片焼きそばとか好きだからさ。うん。近いの人。これ美味しいよ。似てるでしょ。せいはカレーうどんの方が好きみたいな。じゃあママちょっとこれじゃお昼。俺はさっきの麻婆チャーハン最後残りをちゃんと食べる。そろそろ3時です。おやつの時間です。え、ファミリーマートに行きたい人。はい。どういうことみんな。いやもうね、眠い。眠い、お腹いっぱい。え、でも今日一日コンビニって言ったじゃん。ファミマ行くよ。なんで。めんどくさい。ちょっとファミリーマートに失礼じゃないこれ。クラウド、ママがコンビニ行って買う、うん、ママが買ってくるの。何これ。ちょっと変な写真出してごまかさないで。ママとママが買ってくるか。じゃあパパとママで買ってくるよ。何がいいの。何でも。 Moments later。 戻りました。なんだこのこのグデグデは。はい、じゃあみんな座って。パパとママで買ってきましたよ。これはさっき残った大学の。オーマイ。ほら、カホ興奮してるよ。うわ、黄金に輝いてる。すごいよ、すごい。うまい。せいちゃんはちなみに芋がダメなんだよね。ちょっと俺もいいかな。じゃあ、せいとパパにはこちら、甘梅。何？え、何これ。パパが選んだんだけど、これ甘いの？甘じょっぱい。せいダメそう。ちょっと食べてみてよ。これせいできなかったらもう一回行けよ、パパ。もう一回稼せるよ。もう一回稼せるよ。You come again if you get this one。 あー、美味しいの？食べたことない、ママ。あんま、あんま。思ったより甘いな。ガリッと。どう？美味しそう。セイが文句言ってるよ、パパ。うわ、ただ。どう？結構美味しいでしょ。美味しい。カホちゃんも行きます。つまみ。やめた方がいいかも。え、匂いだけでやめた方がいい。いや、結構美味しいよね。じゃあ、パパそれ全部食べないよ。ちょっと一緒。食べてください。全部食べなよ。次のやつを。次はこちら。ファミマのパンダちゃんですね。こちらですね。ホットケーキマン。これはカホちゃんですね。何が入ってる？ホットケーキの中にメープルシロップは入ってるっぽいでしょうね。そう、バターみたいな。バターは入ってないと思う。どう？固まった。味しない。ちょっと割ってみよう。こんな感じですね。うーわ、すごい。このメープルシロップのところどうぞ。パパも、はい。うーん、甘い、甘い、甘い。あ、カホダメ。大学芋の方が美味しい。もっとバターのしょっぱさを出してもいいのになと思って。うん、ね。ホットケーキではない。せいトライしてみる。な、うん、次。これはせいもいけるよ。じゃじゃん。あ、キュウリ。キュウリのおつまみ。なるほど。これはみんないけるでしょう。辛いよ。ちょっとピリ辛だよね、多分。キュウリがシャキシャキ。大人っぽい味にしてあるのかな。これは正解。やっぱり。そして最後に飲み物です。さほちゃんは福島のカフェオーレ
フェオレ。せいちゃんはじゃん、これ1本でプロテイン 21g 入ってる。ゴッダン、プロテイン最強ドリンク、ミルク風味だそうです。コンビニ飯、問題が一つありますよね。炭水化物ばっかりです。そうなのよ、タンパク質が足りてない問題、これで解消していただきましょう。なるほど。どうぞ。カフェオレどうすか。福島のやつです。美味しい。あ、なんか牛乳みたいだ、本当に。あ、牛乳みたいな。え、これカルシウムも 770mg も入ってます。これは牛乳飲んでると思うと全然いけるな。うんともすんとも言わないけど。なんで言わない。まあでも飲んでるってことはいけるってことなのかな。そうだと。おやつは以上です。これで今日終わったですね。あ、終わりだ。夜ご飯があるから。夜ご飯はどこのコンビニに行きますかっていう話ですよ。もう終わった。コンビニがない。あるよ、ミニストップもある。そう、デイリーヤマダコもある。いや、さっき調べたけどこの辺りはこの3つしかないです。いやいやいや、行ったところに行けばいい。いや、あなたは言ったよ。昼、朝、夜、おやつ、全部違う。違う。違う。やつじゃないとダメって。残念ながら、この近くにはもう怖いよ。じゃあ夜ご飯なしってこと？ちょっとそこは吉奈美さん。じゃあみんな謝って。一日できなくて。ママは次戻っていいよ、セブンイレブン。やぞ。いやいや、もう全部だって。一日コンビニできなくてすみませんでしたでお願いします。一日コンビニ生活できずすみませんでした。イエーイ。